だから声出せよ。聞いてる聞いてる聞いてるよ。なんでお前さ。痛い痛い。やっぱ痛い。避ければ痛くないからね。避ければ。で滑ってる影分身。何その消し方。いやいいね。山なりでいい感じじゃないこれ、うん、いや全然おい消えた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 。おいおいちょ何言ってんの、何言ってんのお前。えあーあーやめろやめろ。痛い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 。言ってくれてるよ、俺さっきな携帯。東海オンエア有識者会議でございます。ほう。どちらかというと、あのゲームのルールを考えて司会に回る側の3人ですよね。はいはい。普段我々あちらにいるね労働者たちに。労働者ちょっと無茶なことをさせてますよ。俺らよ、いつも何かしらやらされてないか。そういう立ち位置だからね、グループ内では回しではないよな、俺らは。あ、そうだよ。西町なんか、あいつは少々乗ってるよね、ぶっちゃけ。だって、ま、有識者チームって言ってたから、まあ、俺らのこと労働者チームって言ってたから。あいつらいないでしょ。何が有識者だって話だよね。うん、有識でも何でもねえじゃねえか。なただの3人組じゃねえかよ。だからよ、今回よ、実際にやり返ししようぜ。お前、仕返すんだよな。復讐の準備が整いました。それじゃあ、奴隷たちを呼ぼうではないか。はい。そんな感じだっけ。そんな感じだっけ。いや、でも、確か入り起こってた気はするよね。まあ、そうだね。なんだこの額は。変わった額ですね。さあ、広大な競技場にやってまいりました。今回やる勝負ですね、はい、逆ほふく前進レース。はあ、逆ほふく前進、はい、ここのストロークを利用いたしまして、今してやりますね。どうでここ、うん、スタート。おお、タッチで勝ちです。片道なんだ。そうというね、短いレースを100回やってもらいます。哲也、はい、元気出して元気出してよ。何もいいことがない。90走目哲也がへこたれてる。哲也何走だよ。ゆめるが応援してくれてる。そう見てなくなる。行くしかないよ。1位ついて、よーい、とん、いけです。もうすぐ半分というところですね。あのね、本当にね、増田が氷をくれたおかげで本当に体の底から冷え切ってます。大葉ちゃんもね、一瞬で冷たくなって本当に体力をやばく奪われた。哲也たちのね、応援パワーもちょっと尽きてきたかな。第2の辛い時期がやってきたって感じですかね。本当に足がね、もうボロボロ。これをね、何回言っても分かんないだろうな。クソ、本当に辛い。待って、夢丸さんです。はい、夢丸さん来てくれましたぜ、はい、ホットレモンの差し入れと、これね、ここにちょっといろいろ差し入れを入れといたので、エネルギーに重要なチョコレート。チョコレート、ちょっと芝居死ぬかなって思っちゃったから。いや死ぬよマジで。で、これは視聴者に会った時に臭いと嫌なんで。意味わからん意味わからん意味わからん。いいわ、口臭くて。最後はこのスゴジュウで。スゴジュウはいらん、ナンパはせん。俺は行くから。氷、氷はい、氷はい、いや、もらって、絶対もらって、絶対もらって、無理無理無理、絶対もらって、もらっていこう。いや、ありがとうございます。ありがとう。
行きやがったんだけど、心ない応援ばかりだ。あいつは氷をもらってくれなかった。応援って何なんだろう。本当に体の芯から冷え切っている。ビール持ってきたんですけど、ちょっと今忘れちゃいまして。で、ビールを冷やすために、ドッグアイス。死ねえ。受け取れ。俺は忘れてない。夢丸が芝居用に引導を出したドッグアイス。夢丸が氷を持って帰ってくれなかったこと。芝居のパソコンでーす。芝居のパソコンを布団にくるんで、ガムテープでぐるぐる巻きにしていきたいと思います。最近いたずらしてなかったね。減りましたからね、だいぶ。確かに。まあ、今回は犯人がすぐバレると思いますよ。僕も芝居のね、いる部屋からガムテープ探してもらいました。どっちかなんで。てめえだー！ちげえよ！布団に巻く子を送るのが僕。スイッチは？なんでだよ、なんでだよ、痛い。スイッチは両綺麗に外してんじゃん。なんで？動機は？そういえばいたずらするっていう文化あったねっていう。クソだ、動機がクソだ。絶対仕掛けよう。俺が仕掛けたことはあんまないもんね。この三銃士がやられた罪は重いよ。絶対僕仕返します。今度それだけ言っときます。じゃあ絶対ね、絶対にします。来週か再来週あたりにします。いや言っちゃダメだな。いや、ね、なんか怒ったら芝居でやんじゃん。あった携帯いかんなったの。臭いよ。あざやばい、ちょ、今待ってるからカメラ持ってて。ここに突撃した方がいいの。おーい、この女二人のどっちかだな。どうしたんですか。何、この二人のどっちかだな。いや、まあ、確かに最近コメント欄でね、なんか僕がいろんなこと仕掛けすぎて虫眼鏡にもなんか仕掛けろみたいなこと言われてたよ。まさかな、そんな風にみんなのコメント欄に忠実に動いてくるやつがいるとはな。お前ら二人のどっちかなんだよ。もう夢丸さっき一緒に踊ったから絶対違えよ。こっちに来なさい。君は、りょう先輩に命令されて僕の携帯をこのスルメの中に入れました。お、僕はこれを入れてません。やったー。2週間僕だよどうなっていきましょうかね。10に向けてのやっぱこうね、前段階が大事です、うん、目標じゃないですけど、うん、個人的には1個ドンとイベント1個だけありますよ。ああそうね、うん、はい、まだ控えてるやつありますけど、まだやれてないですね。その話が1個もなかったの、はい、俺はちょっと個人仕事やっぱ目立ってきたんで、もう1回こうグループでガンってやってちょっと欲しいかもしれない。6人でこれやりますみたいな、チームコカ・コーラみたいな、うん、あやるね個人でってやっぱなったやつをもう1回キュッてしてドンっていうのがね、はい、こう欲しいかもな。僕は来年の目標ですか。復讐。また復讐やばいなっちゃう。何復讐。はい。お前やったから帰ってきたんだよ今。復讐されたんだ。芝居をだけゲームから除外したいもんなんか。知らなくんだよ復讐の連鎖は。終わんないんだ。どっかで止めないんだ。そういうとこなんですよ。いやお前出すわ。何ごめん。いいよ別に。俺らは嬉しいんだからな。ああ。はい、で引いてください。11番。はい、では11番教えてください。1ヶ月デスメタル。はい、なになになに、デスメタルってのは何ですか。デスメタル、はい、デスメタルの格好を、はい、ちょっと八本木に行った芝居さんはなぜここにいないんですけど、なんで遅刻してんだっていうことで、もしかしたらね、忘れて家に帰っちゃったかもしれない。そっちもね、うん、電話してみましょう。あ、虫さんから電話が来た。マユくん、マネリスター、みんなもう集合してるよ。うん、えもうみんな集合してるから。あ、そうなんだ。うん、まだ宮崎だまだ宮崎にいるよ。本当にいる。え、なんで宮崎気に入っちゃったの。帰ってきなよ。え、気に入っちゃった。もうねえんだよ。かわいいよ。八本
八本木ですね、まあ、桑原山をね、もう、はい、めちゃくちゃタクシーで散策しまして、目を凝らして、見まして、やっと見つけたのは鹿だよ。怒ってるね。鹿見つけちゃったの。鹿はでも八本木じゃないですよ、柴井さん。日本ゼロがない。はい、今から宮崎にフライトします。ただいま15時55分、着くのは17時ちょうどぐらい。意外と早いよね、うん、飛行機って早いんだなって思う。いやでも帰りの便はなかなかないので、もう今日は帰れないと、ね、これはね、パワハラです。はい、ちょっとうるさい。飛行機にこうやって乗るの初めて。地上から乗るんだね。ちっちゃい旅客機、旅客機、旅パッピーなんですね。パッピーね。なんで俺はこんなことしてんか。もうこれは絶対にパワハラ、仕返しするからな。どうしたのよ。これやばい、これやばいって。何、大変だよこれ。何、何が起きたんだよ。怖い。どうぞ。虫眼鏡の電話番号がバレた。ダメだって、ダメだって、ダメだって、ダメだって。あ、あの最後の最後のどこか。どこどこどこ。そりゃかける子いるよ。でも映ってんだもん。あ、また来た。また来た。終わった。どこ終わりてる。あれ、もしかしてあのタクシーで最後俺が電話してる。え、どこだよ。すまんね。ちょっとなんかスクショとか送られてきませんか。あ、めちゃくちゃタクシー、タクシー、タクシー。もう見た方がいいよこれ。これちょっとやばい。このはいはいはい、バチバレ山ですよこれ。あ、最後のシーンね。芝居が持って、うん、ここを拡大すると、あーあまあやっちゃってもしょうがないと。うまい、しょうがない。やっちゃいました。僕はカメラ下手だった。僕も編集で刻ん、あれは刻んで。しばゆう普段大事なもの映らないね。こういう時はちゃんとすんだよ。もう切れすぎてそれどころじゃなかった。わざとかもしれない、僕に聞いて。違う。そう、僕たちはそんなことよりもマジで罰ゲームがどうなるかが心配だった。あー、なるほど。うめえだね。バチバチに俺ガチクソに負けてるよ。まあ歩く仲間なんですよ。なんで次に歩く系のまあ関わる企画があったら、まあ芝居がその率先的にやると。厳しいこと言ってんな。柴田雄介、こっからここまで何歩で歩いたでしょう。僕のマチコミ企画でございます。そんな企画があったんですね。はい、じゃあ最終問題でございますね、はい、山手線歩いて一周。まあ確かに今のやつで一駅って考えると一駅が4000歩ぐらいのかな。でも結構駅の間隔は近いじゃん。まあでもこんなもんかな。ちょっと書いてみよう。全然馴染みなさすぎてわからんね。お考えください。ゴール。いやー長い。いや長いなんてもんじゃない。約14時間かかったと。そしてこの問題の答え発表します。59,721歩。帰ろう。なるほどね。59,000歩だから孤独かな。1まあ近いよね。おー、やったやった。あ、でもこれはあんまり喜べないかな。ちょっとこの激しいやつね。まあちょっと微妙ですね。ちょっとこれは多かった ね意外と少ないかね。うん、なんか思ったより短かったっぽいですね。うん、そんなことないと思うけどね。ちょっと問題数少なかったかなとか。確かに4だからね。あと普通歩数だけっていうのがなんかもう数字しか書けないっていうのがもうあれだったね。確かにクイズ的に数字だけ答えるってのはちょっとあれだったかもしれない。確かになんかボケはもなかったかな。うん、うん、まああと締めといていいじゃん。じゃあここから長かったよ。疲れて行って行って行って行かないで。おいおい、どんだけ歩いたと思ってんのマジで。え、おい本当に14時間14時間歩いてんの。なん設問設問一つの設問として処理されてこっちの気持ちは。はい、今回はですね、柴優さんが
何らかの方法で夢丸を息切れさせてきましたんで、皆さんはその息切れの瞬間だけ見て、夢丸がなんで息切れしてるのかを当ててください。答えの VTR こちらでございます。はい、あ、ダッシュで何を実装してるじゃん。死ぬ。今6ですね。終了。歩く。おお、おお、俺も入るじゃん。点約100m かける15本ダッシュです。どうするの？ちゃんと食えよ。無理なんだ。演技すんなって。あ、痛い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 よ。痛いよ、痛いよ。演技すんな。演技すんなよ、お前。今でか。歌ってる人が。演技すんな、お前。あ？普通に演技すんな。なんだそのツータンパロー、お前。じゃあもう疲れるからやめろ。うわ、うん、おー、びっくりした。油がね。なんで一人だけ冷静なの。冷静の返しやめろ。ナイス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 。ここお祈りシャーマンに捧げてる。もう食べれません。ええあれ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 唐突に来ましたけど掲げて、本当にゲボで転送する。マジモンのやつだこれ。マジモンだわ。このぬるっとさがマジモンをね。マジでぬるっとするんだよね。マジだと本当に演技するんだって。うわー出た。演技する。え、ここに来てか。ここに来て逆転した。だけど演技って言われてもしょうがない。このジオキャッシュが範囲が宇宙なんです。宇宙。ほう、宇宙。世界中の人がいるらしくて。ほう。マジで世界中のどこの誰かもわかんないやつがこう隠した宝を他のやつが見つけに行くという。おー、すごいね。そんな大量のやつが隠してちゃんと宝あるんですか。